はい、神チューブの神の伊藤です。今回は一番くじのエヴァンゲリオンで高知さんの方からまた新たな発表があったので、皆さんにそちらの方を紹介していこうと思います。まずタイトルの方なんですが、一番くじ新エヴァンゲリオン劇場版作戦開始となっています。発売日が2021年8月の21日土曜日より順次発売予定。価格の方が1回780円（税込み）となっています。取扱店舗さんの方が書店、ホビーショップ、ゲームセンター、エヴァンゲリオンストア、ドラッグストア、一番くじ公式ショップさんなどということになっていますね。今回はコンビニ開催ではなく、書店、ホビーショップ、ゲームセンターがメインになってくる一番くじ、そして値段の方が1回780円と、普通の一番くじに比べると100円高いくじになるんですけども、今回のこのラインナップからすると、この1回780円というのは、まあ妥当な値段だと僕は思います。A 賞の方が、エヴァンゲリオン開発号機ガンマフィギュアということで、第1弾から第3弾まで、同じくメガインパクトさん、そして6月に出る第13号機もこのメガインパクトさん、そして今回のこの開発もメガインパクトさんということで、サイズの方がビッグサイズフィギュアとなっていますね。29センチになっていて、この29センチのこの無稼働開発号機フィギュアというのは、おそらく今後出るか出ないかわからないぐらいのレベルのレアになってくると思います。なぜなら、ダイナクションであったりとか、リアルアクションヒーローズ、おそらくこの開発出してくると僕は思うんですけども、あれはもちろん可動式フィギュアですよね。そして海洋堂さんのリボルテックであったりとか、バンダイさんのロボット魂であったりも、すべて可動式フィギュアになっていて、この無稼働っていう形になってくると、この開発、かなりレアになってくるんじゃないのかなって思いますね。なのでこれはゲット、絶対にした方が僕はいいと思います。そして B 賞のエヴァンゲリオン新2号機アルファフィギュアということで、こちら第2弾の新2と全く造形の方は同じなんですけども、この画像を見てほしいんですけども、背中になんと強制停止信号プラグを装備している新2になっているんですよね。なので第2弾の新2とは全く別のフィギュアになってくるんですよね。なので僕もこの第2弾の新2号機アルファすごく無理して撮りましたけども、今回のこの B 賞の新2ももちろんゲットしたいと僕も思っております。これは結構熱いですよね。ついに強制停止信号プラグを背負ったこの新2が造形で、そして一番くじでゲットできるんですもんね。これめちゃめちゃ激安だと僕は思います。この A 賞 B 賞しかフィギュアの方は今回ありませんけども、逆に言えばフィギュアを当てればこの A 賞か B 賞どちらかがゲットできるということなんで、まあ、そこら辺はポジティブに考えていきたいと思いますね。おそらくこの A 賞が4、B 賞が3、もしくは A 賞が3の B 賞が4とか、まあそういった感じのアソートになってくると思うんで、積極的に皆さんも狙っていってほしいと思いますね。そしてこの A 賞、B 賞、そうですよね。このタイトル通りの作戦開始、ヤマト作戦ですよね。ヤマト作戦のこの開発号機ガンマ、そして新2号機アルファの強制停止プラグをこう背負ったね、装備したこの機体、この2台がこう並ぶというのがこの一番くじさん、かなりファインプレーだと思います。そして C 賞から G 賞まではこのエヴァの今までの一番くじでも新商品だと思います。 C 賞がアスカのビジュアルスタンド、 D 賞が綾波のビジュアルスタンド、 E 賞がマリのビジュアルスタンド、 F 賞がシンジ君のビジュアルスタンド、そして G 賞がカオル君のビジュアルスタンドとなっていて、このエヴァの一番くじ史上初のこのビジュアルスタンドというのが登場するわけなんですよね。このデザインの方はエヴァンゲリオン2020という去年の2月にあった一番くじと全く同じデザインになっているんですけども、まあ、僕もこのクリアファイル持っていますけども、このデザインですよね。でもこのデザインすごくいいんですよね。このキャラクターに合わせたエヴァンゲリオン新劇場版のジョハ Q でこうアイコンのようにね、しっかりと落とし込まれているっていうこのデザイン、すごくギュッとこうね、アイテムが詰まっていて、すごくいいイラストになっているんで、僕もこのビジュアルスタンド、すべてゲットしたいなっていうふうに思いますね。いや、これはかなり激安だと僕は思います。
またここから下、いわゆる解消になってくるんですけども、こちらの方はまだ公式さんの方から画像の方が発表になっていませんけども、H 賞が書き下ろし色紙、I 賞がクリアファイルステッカーセット、J 賞がラバートレイ、これもまたね、エヴァの中ではおそらく新商品になってくるんで、こちらの方の画像もかなり気になるところではありますよね。そしてラストワン賞がエヴァンゲリオン開発号機ガンマフィギュア、ダブルチャンスキャンペーンも同じく開発のフィギュアという形になっています。そしてこの A 賞 B 賞開発審議、そして忘れてはいけないのが6月の第13号機の一番くじ、あそこでマリとアスカですよね、ムクの卸したてのプラグスーツのあの2体をゲットして、そしてこの8月のこの A 賞の開発 B 賞の新2と並べて飾れるのが一番ベストかなって僕は思いますね。なのでこの8月も激アツですけども、6月の13号機の一番くじも激アツ、忘れてはいけない一番くじになってくると思います。またこの解消の画像であったりとか、また新たな情報の方が公式さんの方から発表になり次第、また僕の方で動画の方にさせていただこうと思いますので、その時は皆さんご視聴の方よろしくお願いします。簡単ですが今回はこちらの方で終わらせていただきます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。神チューブの神の伊藤でした。